12番目英文トマ、英文トマ12番内でお願いします。さあ見ていきましょう。いやもう色物毒マリ VS パックマン、まあ、シュラムラ結構パックマン生徒に気味ですからね。マッシュハマー、マッシュハマー4番内でお願いします。そうですね、まあ、そして対する師匠選手、いや九州の毒マリ使って言えば彼、スマホ時代からうますぎわのさーカプセル下見で激痛。いやもう飛び道具からサイクロンってもうやってること実はやーやばい。あ、うまいですね、内側をしっかり見てる。さあ上投げから空へ、さあ安定した投げ込ん火力。さあしかしやはり最初の1ストー結構メンタルにきそうな匂いがありますね。さあ最近ノリに乗ってるこの2人、結構2人とも乗ってる感じしますよね最近。あ、わかんないですけど、やっぱ復帰の阻止の展開になるとかなり毒マリがきつそうな感じしますけどね。崖際の一発の持ち方は多分そうですね、はい、そこをいかに近づけるか大事ですね、はい。あ、これはお得意のレールから後ろ、まあ、スマッシュが当たらないコードならまあ致命傷は得づらいんですが、さあ復帰がゲロイ、あ、うまいですね、先に使って早めに投げられる。あ、両対応もしや、いや見てから見てから両、あ、うまいうまい、これないので、ね、あ、惜しい、まあ、狩るの難しいですね。まあ、でも2回転どうやった、はいはい、そうですね、最後のところだったらちょっとひどかったら全然、はい、しかし、あ、なるほどなるほど、着地が、いや、うまい反応。さあ乗っている失笑のくまり、素晴らしいですね。最近シュラブラで、え、嘘でしょ嘘でしょ、マジでeeスポーツオーマイクスリーはあまりにもあまりにも失笑のくまり、あまりにも、いや、やっぱ医者は人の弱いところよく知ってますから完全に相手に致命傷を与えてしまった。今強すぎる、やばすぎるでしょ今の。クリップだクリップ。オーマイガー。さあ前回シュラブラベスト8ベスト6のチョンレンパックマンに対しリスポーン選手していく。ちょっとまだ毒マリなんですけど、まだ慣れない。いやー、暴れていく。しかし半角トロフトロフ、面白い今の、いいですね。なんかリンゴのリンゴがやっぱ上に吹く飛び方なんで、テーパージに引っ掛けるとああいう風にポンプパーツに、今のも飛び角度飛んでくる角度といい、はいはい、飛び角度といい、ベヨネッタの横見の下シフトも変わらない。なるほど、ちょっと匂いあります。うまい、いや積極的にプレッシャーかけてきますね。さあ攻め、なにこれ、それDMLですねこれ。ちょっと今のオシャンティー、オシャンティーですね。相手を心臓発作させていく感じですね。いやー、逆に心臓発作パンチだっけ、なんだっけ、ジョサイド、心臓マッサージ、心臓マッサージとかいう名前らしいんですよね、横スマッシュは。さあ相手に決めていく。さあベルじゃなくて消火栓が当たってしまったのであまり美味しくないが、展開駆け上がり積極的に阻止に行っていく。後ろ投げで激つい投げ場を持っているパックマン、有能伊豆有能。さあニュートラルで消しながら飛び道具を消して突っ込んでいく、素晴らしい。そうですね、あー偉いですね。結構対空の展開で消火栓でお茶を濁されること多いんですけど、しっかり狙っていきます。もう毒マリのカプセルあんまり触れられないんですけど、はい、あー惜しいですね。心得てますね完全に。いや多分今の普通に下回避で潜って、はいはいはい、あれトランプだったとか。なるほど、なですね、その毒針のカプセルは本当ピチューの電気と一緒ですから、ね、はいはいはい、はい、結局は浮きがしかも上に飛ぶ分やばいですからね、多分もっとしてる。ああうまい、冷静に反撃を取っていく。やっぱ毒針の AB って結構横範囲広いですよね、はい、尋常じゃないぐらい。昨日ケイシーとカプセル渡る。キスケアス。何それ何それ。キスケアス三丸内容。勇者のウェビと交換しようって言ったら嫌だって言われて。何と交換していいのって。言うてるの毒マリ。毒マリのウェビはだいぶ。あ、間に合わなかったですね。三丸内容にします。だいぶ強い方のガーキャンを持ってる。あれそう、だいぶ強い。ウェ
今日は後ろ判定結構厚めに保護してくれます。そうですね、師匠さんさっきからあのパックマンのあの飛び道具に対して空中ニュートラルで操作しながら突っ込むみたいな、ちゃんとアイテムを拒否しながらあの立ち回れてるんで素晴らしいですね。ニュートラルと横 B をしっかり機能している。あとめくり確認が非常に重要です。さあパーセントは、いやー失笑有利な展開、狙っていくワンチャンス。うわ何もできない、あ上様危ないぞ。さあ撃墜圏内か、あれ勝ったのは失笑の困り。さあ仕上がっている、なんだこの6割、うますぎる。今のはうめえよ、見えている。これ